こんにちは、兼業主のケンです。今日はフライパン一つで明太カルボナーラを作ります。沸かすお湯の量も少なく、茹で汁を捨てる手間も省けるので、おすすめのキャンプ飯です。明太子の風味とピリ辛さが効いたカルボナーラは格別で癖になる美味しさです。それでは早速作ります。完成しました。それではね、早速いただきます。いただきます。美味しい。明太子がカルボナーラのね、このクリーミーなソースによく合います。フライパンの中でお水と牛乳からパスタを茹でましたけども、芯もなくてね、しっかりと茹でられてます。沸かすお湯の量も少ないですし、茹で汁を捨てる必要もないので、キャンプ場なんかでもね、気軽に作れると思います。レシピはね、いつも通り下の概要欄にまとめてありますので、ぜひ作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、キャンプ場でも簡単に作れる料理を紹介しますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた次回。バイバイ。